皆さんこんにちは。元気に過ごしていますか？あの二人、今日は何をしているのかな？あれ、何か困っているようです。どうしたのですか？はい、ここに飴が12個あります。一人に3個ずつ分けようと思ってるんですけど、何人のお友達に分けられるかな。どうやって分けたらいいか、まあ、相談してました。そうでしたか。一人に3個ずつ分けると何人に分けられるかが知りたいのですね。それでは今日の学習では、一人に3個ずつ分けるにはどうしたらよいか、そして同じ数ずつ分けると何人に分けられるかを考えていきましょう。それでは今日の目当てをみんなで読んでみましょう。3、はい。何人に分けられるかを求めるにはどうしたらよいだろうか。今日の問題はこうですね。今日の問題もみんなで読んでみましょう。3、はい。飴が12個あります。一人に3個ずつ分けると何人に分けられますか？今日は飴をブロックに置き換えて考えます。12個。さあ、全部で飴は12個でしたね。これを一人に3個ずつ同じ数に分けるのですが、ブロックを動かしながら考えていきましょう。どのように動かしたらよいでしょうか。はい、僕がやってみます。一人に3個ずつだから、1、2、3、えんちゃん、1、2、3、僕、1、2、3、先生、あ、まだいける、1、2、3。先生、分けられました。12個の飴を3個ずつ分けられたみたいですね。どうやって分けたのかお話できますか？はい、1人に3個ずつだから3個のまとまりを作って分けていました。1人目に3個、2人目に3個、3人目に3個、4人目に3個。このように1人に3個ずつ分けていくと、4人に同じ数ずつ分けることができます。正解、よくできました。ブロックの動かし方をよく見ていましたね。同じ数のまとまりを作って分けていきました。このように12個を1人に3個ずつ分けると4人に分けられることを、12÷3÷4と割り算の式で書きます。テレビの前の皆さんも一緒に式を言ってみましょう。3、はい。12÷3÷4。人数を求める割り算を言葉の式で表すと、全部の数割る
人分の数は人数となります。それでは問題に戻ってみましょう。この中で全部の数を表す数はどれですか？はい、12です。ですからここに12が入ります。次に1人分の数を表す数はどれですか？はい、3です。ですからここに3が入ります。そしてどうして割り算なのですか？はい、1人に3個ずつ分けるからです。そうですね、1人に3個ずつですから割り算になります。それでは 12÷3 の答えをブロックを使わないで簡単に答えを見つけるにはどうしたらよいでしょうか？ヒントは1人分の数かける人数は全部の数です。今わからないところは人数でした。ですから四角を使った式で表すと3かける四角は12となります。何か気がつくことはありますか？はい、3かける四角の答えは3の段の九九で見つけられます。3、4、12だから答えは4人です。正解。そうですね、12÷3は4、答え4人となります。今日の学習をまとめておきましょう。今日の問題文は飴が12個あります。1人に3個ずつ分けると何人に分けられますか？人数を求める式は割り算。12÷3は4、言葉の式で表すと全部の数割る1人分の数は人数。答えの見つけ方、3かける人数は12、3かける四角は12。人数は四角に当てはまる数と同じですから3の段の九九で求めることができます。答え4人。さあここからはレベルアップ問題です。テレビの前の皆さんも挑戦してみましょう。ここに8枚のクッキーがあります。このクッキーを使って8÷4になる問題を2つ作りました。違いが分かりますか？それでは1つずつ問題を読んでみましょう。3、はい。8枚のクッキーを同じ数ずつ4人に分けます。1人分は何枚になりますか？2つ目です。3、はい。8枚のクッキーを1人に4枚ずつ分けます。何人に分けられますか？左の問題は同じ数ずつ4人に分けます。まずこの子に1枚、1枚、1枚、
1枚。まだ分けられるので1枚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 。そうすると1人2枚ずつ、この子も2枚、この子も2枚、そしてこの子も2枚となりました。だから8÷4 の答えは2枚です。こちらの右の問題は1人に4枚ずつ分けると書いてあります。ですので1、2、3、4、これで1人分。まだ残っていますので1、2、3、4、これで1人分。8÷4 の答えは1人1人ですので2人になります。2人とも正解。すごいですね。1人分は何枚かと何人に分けられるかの違いに気をつけて、8÷4は2の割り算で求められました。8÷4 の8を割られる数、8÷4の4を割る数と言います。答えは割る数の4の段の九九を使って求めます。さあ、今日はどのようなことが分かりましたか？テレビの前の皆さん、今日分かったことを自分の言葉で言えますか？それでは言ってみましょう。どんなことが分かりましたか？聞いてみたいと思います。同じ割り算の式でも1人分は何枚かなということを求めるのと、何人に分けられるかなというのを求めること、2つの意味がありました。だから2つで囲み方も違いました。割り算は奥が深いなと思いました。はい、割り算の答えは昨日も出てきました。じゃじゃん、割る数の九九で見つけられることが分かりました。みんなも分かったかな？そうですね。テレビの前の皆さんも3年生の教科書がもしお家にあったら割り算の問題に挑戦してみてください。さあ、この飴を分けましょう。さあ、じゃあ3個ずつ、ありがとう、3個ずつ、僕も3個、そして、はい、よく頑張りました。3個プレゼント。これでみんな同じ数ずつです。今日の学習はこれで終わりです。次の学習では時間の勉強します。それでは、お楽しみに。